ハイバンドウィテスメモリーとは JADEC が企画化したスルーシリコンビア技術によるダイスタッキングを前提としたメモリ企画である。北米時間2015年6月16日に AMD によって発表された開発コードネームフィージーと呼ばれていた製品群にて初めて搭載された。AMD フィージー、HBM を使用する最初の GPU。 グラフィックカードの設計において、従来の GDDR5 ではチップそのものの、専有面積に加え、メモリとプロセッサとの間を交代域幅のバスで結ぶことによる実装面積の増大とそれによって増えたプロセッサとの物理的距離のために、動作電圧の昇圧が必要となり、消費電力が増大するという問題を抱えていた。このために、最終的にはメモリの消費電力が、 GPU の性能向上のボトルネックとなることが予想されていた。メモリチップを縦に積み上げ、高帯域のバスでプロセッサと接続する HBM の技術を利用することで、これらの諸問題を解決することができると期待されたが、HBM 及び後継の HBM2 の利用は高価格帯のみの限定的で広がらず、2018年以降2020年、現在、 gddr5 後継の gddr6 が普及している。h t t p p c o r g i m p r e s s c o j p t o c e s c o l u m n k k 1 スラッシュ646660ドット HTML ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.4GAMER ドットネットスラッシュゲームスラッシュ302スラッシュ G030238 スラッシュ20150617002スラッシュ HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.4GAMER ドットネットスラッシュゲームズスラッシュ302スラッシュ g 0 3 0 二三八スラッシュ二零一五零五一八零四三スラッシュ株式会社インクレス。後藤博望のウィークリー海外ニュース。インテルなどプロセッサベンダーが牽引する HBM 三企画 PC ウォッチ。二千二十年四月十二日閲覧。ニュースルーム。NVIDIA 十イヤーズインザメイキング。NVIDIA ブリングズリアルタイム。レイトレッシングツーゲーマーズウィズ。G フォース RTX。 Nvidia ニュースルームニュースルーム、News room, News room, 2020年4月12日閲覧 June 2019ズリュー11 AMD Radion RX5700 XT 50th Anniversary Edition Actuary Luxe Promising Tom's Hardware 2020年4月12日閲覧ありがとうございます